はい、こんにちは。今日はコンプレックスについて話をしていきます。皆さんが持っている弱点こそ強みにパワーアップしていきましょうという話になります。はい、突然ですけれども、皆さん自分自身の弱みって何かってご存知ですかね？把握していますでしょうか？例えば就活の時とか、いろいろ心理学での自己分析とかをやったりすると、自己分析っていうのは強みを見つけようとするっていうのがあるんですけれども、一方で弱みっていうのはできるだけ目を背けたい、コンプレックスっていうのはあまり思い出したくないっていうのが結構本音だったりすると思うんですよね。ところが、弱みに隠れた強みを見つけることもできるよっていう実験結果が心理学者の中で見つかりましたので、今日は皆さん自身が抱えている、あるいは自分が思い込んでいる弱みだとかコンプレックスっていうものを逆転させて皆さんの強みに変えていく、そんなお話をしていきます。これはまずですね、実験は何をしたかというと、性格テストをやったんですね。で、衝動性、つまりちょっとしたことですぐにこう行動に移すっていう、ちょっと落ち着きのないタイプについて、行動性をどの程度自分が持っているのかっていうのを測定すると調べたんですよ。で、その後に2つのグループに分けまして、1つ目が衝動性の高い人っていうのは創造性、つまりクリエイティビティも高いですよと、それから2つ目のグループには衝動性と、クリエイティビティっていうのはもう一切相関性がないですよっていうふうにそれぞれ伝えたんですね。で、その後にパズルを解いたりとか筆記テストみたいなもので問題をいろいろと解かせたんですよ。そうすると衝動性とクリエイティビティが関係あると、衝動性が高ければクリエイティビティも高い、創造性が高いっていう風に伝えたグループの方がテストの結果っていうのはより高くなったんですね。つまり衝動性って言われてしまうと、一見落ち着きがない、もう騒がしい人、あるいは手のつきにくいタイプっていう風に思われるんですけれども、実はそれが創造性、クリエイティビティ、要は何でかっていうと、あれこれ考えたりする前に目の前にある問題とかパズルとかっていうのを解いた方がいいよねっていう風に発想とか行動力っていう風に移っていったからっていう結果が出たんですよ。ですんで、これってもしかしたら自分が思い込んでいる弱みとかコンプレックスっていうものをちょっと発想を転換させて考え方を変えてみたら強みに変えるんじゃねっていうのが心理学者の中で出た結論だったんですね。ということで、今回はよく出る9つの欠点っていうものを言い換えて、皆さんがもしその9つに当てはまるんだったら、それを言い換えた9個の強みに変えれるんじゃないかっていう、理解って言ったら変ですけど、自分はこんな強みをに変えることができるんだっていう期待に変えていただけるといいかなというふうに思います。まず1つ目が怒りやすいということですね。短気な人っているじゃないですか。僕もよくですね、人にイライラすることもあるんですけど、そういう時にこう物に当たってしまったりとかね、こう壁よくバーンとかねやっちゃったりとかするんですけれども、そういう人たちはね、やっぱり怒りをあらわにするって周りの目もあるんで、こう内心に怒りを抱えて、あいつをなんとか殴りたいとかって思う人もなかなかやっぱり口に出せなかったり手出せなかったりするじゃないですか。手出しちゃダメなんですけど、大人の人はね、はい、なんですけど、そういう人たちっていうのはやっぱりそれを表に表現できるっていう意味で勇気があると、怒りやすい人は勇気があるという、強みに言い換えます。それとみんながなかなかやらないこととか、行動に移さないようなことっていうのを思い切って会議の場で、これって意味があるんですかとか言ってしまったら角が立つようなことでもズバッと指摘をしたりとかっていうような強みを持っているというふうに置き換えていただけるといいかなと思います。それから2つ目が怖がりですね。怖がりについては、何をするにしても例えば石橋を叩いて渡るとか、準備をものすごく周到にするという強みを持っているということです。だから一つのことを見切り発車でやってしまうよりも、このまま進んで大丈夫なんだろうか、やっぱりこれをちゃんときちんと成功させるために、ああやってこうやってっていう準備を1から10まで段取りをきちんとつけてから進んでいくっていうような、準備をきちんとするっていう強みを持ってますよっていうことです。それから3つ目に恥ずかしがり屋っていうのは、これは穏やかだったりとか、いや自分そんなことないですよって、いや何々さんの方がもっともっと立派ですから、自分なんかまだまだ修行の身ですって、やっぱり謙虚っていう、穏やかさ謙虚さっていうのが恥ずかしがり屋の方の強みではあるというところです。それから4つ目に悲観的ですね。何事でもこう起こることに、うわもうこれはおしまいだっていうようなタイプっていうのは、実は冷静に現実的に物事を捉えるっていう罪を持ってるんですよ。だから楽観主義に、いやなんとかやったらこれいけるよいけるよっていう風に、これ一見ポジティブに見えるんですけど、目の前の方の問題課題から逃げているっていうことも見えてしまいますので、悲観的な人たちっていうのはちゃんと足元を固めて現実的に物事を捉えて考えてから行動に移すっていう強みを持っていますよっていうことです。それから5つ目に不安になりやすい人に関しては、不安になるっていうことは、こう未来に関して何かしらフォーカスを当てているということなんですよ。フォーカス当てているということは集中力が高いっていう強みを持っているということなんですよね。はい、うわ
明日のテストどうなんだろうとかっていうふうにこう不安を持っている人たちが不安、明日のテストでこんなところが出たら不安だなと思ったらそこの勉強に集中力を当てていくとか、まあ、こういう強みを持ってたりするので不安になりやすい人っていうのは、集中力が高い傾向がありますよっていう強みです。それから6つ目に落ち込みやすい人っていうのはこうちょっとした注意を受けたりとかするとあもう自分はダメなやつなんだとかっていうことでさっきの2つ目の怖がりに近いところあるんですけど落ち込みやすい人っていうのは結構注意力が高かったりします。つまり自分がどんなミスをこれまでしてきてどんなことでへこんでしまったのかっていう経験をもとにじゃあそのミスを繰り返さない落ち込まないようにするためにどんなことをしっかりと抑えておくことができればそれを防ぐことができるのかっていうことに頭が回っていくタイプになりますんできちんと周りのことに目を配ったり気配りをしたりっていうような力が身についていますよというタイプです。それから7つ目に怠け者の方に関してはこれ結構忍耐力が高いっていう傾向があります。これ何かっていうと暇なものにも耐えれるんですよ。待ち時間とか待機時間っていうのも何かしらして暇を潰して時間を過ごすことができるっていうだから意外と怠け者に見える人たちの方が熱い闘志を持っててでそれを遂行するために我慢強くじーっとその時期を狙っていていざゴーっていうこともできたりとかするタイプなんで、まあ、これが怠け者までいくかっていうと微妙なところではあるんですけど7つの会議に出てくる主人公の野村萬斎さん演じる八角さんなんかっていうのはそういうタイプなんじゃないかなというふうに思いますね。居眠り八角なんて言われて会議中なんかずっと居眠りしてますけど実は会社を揺るがすほどの仕事ぶりをしてるっていうようなタイプですから、はい、そんなのをヒントにしていただけるといいかなと思います。それから8番目傲慢です。これは皆さんお察しの通り自信があるタイプですよね。自信が自分になかったら人に偉そうになんかできませんからやってきたやっぱり自負心っていうのはあると思いますしそれも積み重ねてきた実績経験っていうものがあるというところから傲慢に見える人っていうのは実は自信を持っているっていう強みもあるというところです。そして最後ここの詰めに、罪悪感が強いあれやって大丈夫なのかなこれやって大丈夫なのかなっていう風に考えることができるっていう人はやっぱり倫理感が高いっていう傾向もあります。だからあれやってどうしようっておど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 するようなタイプっていうのはそれだけ人のことを考えたり道徳心が高かったりっていう傾向があるというところですので皆さん自身がやっぱり自分のこと以上に人のことを考えているという強みを持っているということになります。ということで以上の9つのよく出てくるような欠点弱みっていうところを強みとしてお伝えしていたんですけどもし皆さんが今言ったような9つに当てはまるものであればぜひですねあ自分はそういう強みにも変換できるんだ持ってるんだっていうふうに思っていただけたらと思いますし一方で今日伝えた中になかった弱みを持っている人っていうのは自分が持っているこれが弱みだなコンプレックスだなと思っているものをどう転換させていったら強みになるのかっていうことをぜひ今言ったようなものをヒントに考えてみていただけたらと思います。一方で注意していただきたいのが逆に強みが弱みになるっていうこともありえるんです。さっきの言った楽観主義っていうのは物事を前向きにポジティブに捉えるっていう一方でやっぱり目の前のことをおざなりにしてなんとかなるでしょってやってなんとかならない状態に陥っていってしまうっていうような落とし穴っていうのにはまっていくタイプでもありますんで逆に自分が強みだと思っているものも実はそこに鍵に潜んでいる弱みはあるかもしれないっていう、まあ、やっぱり両面を見ておく必要っていうのは大事になってきます。そういう強みと弱みっていうのをきちんと両面を見ておきながらやっぱり心理学的に考えると人間マイナスのことを思ってたら不健康になっちゃいますし寿命も短くなっちゃいますし人間関係もよろしくなくなっていってしまうという傾向が高いですから弱みを強みに変えて健康的に長生きですし人間関係もよく過ごしていくそんなヒントを今日の動画で掴んでいただけたらと思います。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さらだバイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。